ここからは天気の情報そらいろ図鑑のコーナーです。東さんよろしくお願いします。はい、お願いします。今日は雲が広がりひんやりと ねしましたが、はい、雨の降ったところもありました。そして今も雨の降っているところがあります。まずは現在の雨の様子から見ていきましょう、はい、午後6時30分現在の雨の様子なんですけれども、はい、中部から西部にかけて雨の降っているところがあります。そして沿岸部の方ですはではですねちょっと雨足が強まっているところも、ね、あるんですよね、はい、明日の午前中にかけてまだ大気の状態が不安定ですので、天気の急変急な強い雨や落雷などに注意をしてください、はい、では明日の天気を見ていきます。天気図です。明日午前9時の天気図です、はい、梅雨前線はまだまだ南にいます。明日もですね、まだ寒気が居座る影響で大気の不安定な状態が継続しそうです。特に西部の方では雲が広がりやすい天気となりそうなんですね、はい、各地の天気をマークで見ていきます、うん、雲が多くなりそうですね、はい、西部の方ですね曇りのマークになっています、はい、降水確率がですね 40% 前後やや高めですね、にわか雨の可能性も十分ありますので念のため雨具があると安心かなというところなんですけれども、はい、天気の時間、天気の移り変わりを時間ごとに見ていきます、はい、まずは朝です、西部はですね朝から雲が広がりすっきりしない天気となりそうなんですね、はい、特にこの濃いグレーのエリアはですね雨がぱらついてもおかしくないエリアなんですね、はい、一方で中部や東部はですね昼過ぎそして夜と、晴れなんですけれどもこちらもですね雲の隙間から日差しが届くようなすっきりとした気持ちいい晴れとはならない見込みでしてこの先はどんどん日差しが減っていく見通しです、はい、では気温を見ていきましょう。朝の最低気温です。朝の最低気温は今朝とそれほど変わりません。そうですね、はい、平野部で17度前後山沿いでももう15度くらいあります、はい、それくらい朝涼しく過ごしやすいそんな気温となりそうです、はい、日中の最高気温見ていきますが、こちらもですね各地とも夏日となりそうですね。西部の方は雲がありまして日差しが届かないので数字ほどの暑さは感じられないんですけれども中部や東部ですね日向のところではですね汗ばむ陽気となりますので水分塩分などしっかりと補給してください、はい、では、連日お伝えしている梅雨入り、はい、いつなのという話なんですけども、はい、また予報がですね変わってきているんですね、はい、あ雨の日が増えてきましたね、はい、ようやく梅雨入りが見えてきました、はい、このように青色のマークがずらりと、ね、並んでくるまさに梅雨らしい予報がですね、ようやく見受けられるようになってきましたので、はい、来週の後半あたりから梅雨入りの可能性がありそうです、はい、6月5日がですね四国地方の梅雨入りの平年日ということでかなり10日くらい遅れそうな見通しなんですね、はい、遅れる理由が、梅雨前線がかからないということなんですけれども、うん、その前線を押し上げる太平洋高気圧が弱いんですね、はい、このオレンジ色が太平洋高気圧なんですけれども本来ですともう北上しててもおかしくないんですがこのようにずっと下にいるんですね。そして、このように雨雲が何度かやってくるんですけれども、はい、また下がる、そして、うんようやくやってくる次の雨雲なんですけれども、はい、ここでオレンジ色がちょっとモコッとしたと思うんですね。そうですね。これによって前線がこれ以上下に下がれなくなって前線が停滞しましてようやく梅雨入りとなるのかなというふうに見ているところです、はい、ただですね今日発表された1ヶ月予報ではですね西日本の太平洋側は雨が多くなる予想となっています、はい、梅雨の期間が短くなる可能性が高い中での降水量が多いということでかなり凝縮された梅雨となりそうでちょっと雨の降り方に注意をしてください。おしまいに週間予報です。この先はオレンジ色のマークがなかなかもう見受けられないといった状況ですね。一つ一つの雨大雨になってもおかしくないという心持ちで過ごしてください、はい、ということで明日のポイント、明日西部は雲が広がりにわか雨に注意をしてください。気温はやや上がり各地で夏日となる見通しです。以上天気の情報でした。